よりこです。今日は新居でのモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。おはようございます。今朝の6時で、本当に今さっき起きました。朝は6時から7時ぐらいの間に起きます。今から洗顔と口をゆすいでいきたいと思います。おとといポテンザっていう肌治療をしたばっかりで、まだダウンタイム中で肌が乾燥しているので、この拭き取りだけにしていきます。ポテンザって本当にダウンタイムがないのに、ダーマペンとかよりも効果があるって聞きました。いつも朝と夜どっちもフェイスパックするんですけど、フェイスパックしながら朝ごはん作ったり家事とかしてます。肌荒れしちゃってるので、ニキビ用のパックをしていきたいと思います。これしていきます。肌荒れした時はいつもこれです。なんとなく治るのが早い気がします。空気が入らないようになるべくパックは貼ります。とりあえず一旦これで家事とかしていきます。リビングに移動したら、まずロールスクリーンを上げていきます。こんな感じでいつも朝の光を取り入れるようにしてます。朝ごはんを作っていきたいと思うんですけど、見ての通り昨日寝落ちしてしまいまして、洗い物が山ほどあるんですけど、ちょっとそこら辺は温かい目で見ていただけると助かります。今日はフレンチトーストを作っていきます。材料はまず卵1個、三角コーナーのようにし忘れてた。あと牛乳が 150ml、 あくまで目安なんですけど、あとまあ砂糖を大さじ1とかですかね。フレンチトーストの時はいつもグラニュー糖を使ってます。混ぜます。よいしょよいしょ、なんかよいしょとなんかが口癖すぎてやばい。今日は2枚ぐらいかな、グーッと押して入れてあげます。そうすると中まで染み込むので、1日つけたぐらいな感じになってくれます。そろそろパックの時間が来るので、パックを外して日焼け止めまで塗っていきます。パックが終わった後はいつも美容液、クリーム、日焼け止めを塗っていきます。なんかいつも肌状態に合わせて美容液とか変えたりするんですけど、この2つを塗っていきます。美容液は結構たっぷりめに塗るので、こうマッサージしながら塗ります。いつもで、まあ、クリームというかこれはジェルなんですけど、ベタつくのが嫌だっていう人は結構ジェルおすすめです。首まで塗ります。最後に日焼け止めなんですけど、このコモディックスの日焼け止めを塗ります。鎮静効果があるので、炎症とかを抑えてくれる日焼け止めです。 SPF15で弱いかなって多分思う人もいるかもしれないんですけど、なんか SPF50 と SPF15 は強さが変わらないらしくて、日焼けを防止してくれる時間らしいです、違いは。なんでなんかこまめに塗り直せる日だったり、そんなにずっと外にいない日は肌のために SPF15 とか弱めのものを使ってます。あせや。
なみちゃん、おはよう。朝やが起きないので、なみちゃんから先にリビング移動します。じゃあよいしょ。おはよう。重い落ちるということで、朝起きたらまずあさやはトイレに行きます。おしっこあ、なんか上向いてる。なんで危うくトイレにおしっこが散乱するところでした。じゃあ朝ごはんを食べよう。なみちゃんはもう先に起きたから先に食べてます。お腹痛い。お腹バチバチ悪い。じゃあご飯後にしようか。先お着替えする。お着替えしない。怒る。食べたいの？いただきます。はい、おいしい。なんかすごい美味しい。なんかすごい美味しい。うん。嬉しい。ママ。逮捕。逮捕しないの。逮捕じゃん。子供たちがご飯食べてる間に前髪を整えます。これでドライヤーでは乾かします。今日は車の納車があるので、軽くメイクと髪の毛のセットをしたいと思います。おはよう。おはよう。え、ゴミ捨て行ってくれた、さっき。あ、行った。ありがとう。今日はこのファンデーションで塗っていこうと思います。幼稚園バスが8時ぐらいに来るので、それまでに終わらせたい。家の目の前まで幼稚園バスが来てくれるので助かってます。結構幼稚園選びでいろんなところ回ったんですけど、幼稚園バスが家の前まで来てくれるかどうかと、あと課外授業があったりとか延長保育があるかどうかを重要視して決めました。引っ越して1ヶ月なんですけど、バタバタすぎて引っ越し作業が終わってるわけでもなくて、でもやっぱり実家が近いので親にたくさん子供たちにも会わせることができるし、まあ、たくさん会いに行けるっていうのが引っ越して1ヶ月で感じる一番大きなメリットかなって思います。あとすごいお家のお庭が広いので子供たちがそれで楽しく遊んでくれてるのがすごく嬉しいです。食べ終わった？食べ終わった。はい、食べ終わってお皿を持ってきてくれました。今日もおにぎり作ったよ。やったー。楽しみ？楽しみや。朝やを送り出してからにしようかな。髪の毛やるのは行ってまいります。行ってきます。髪の毛を整えていきます。なんか何もセットしてなくてもすっごいこんだけ外羽になる。外羽を綺麗にします。今日はせっかく納車なんで新しい車と一緒に写真が撮りたいから、まあ、軽くだけど髪の毛ちゃんとしたい。ツヤ出しみたいな感じなんで、そんなに固める機能はないです。残った洗い物をしていきたいと思います。子供の寝かしつけとともに夜9時ぐらいに寝ちゃうんですよ。で、気づいたらもう朝で、結構翌朝洗い物とか
残ってるの見るとずーんとくるかな。寝落ちせずに夜洗い物をして寝ることを目標にちょっと頑張ります。おむつ替えをしていきます。何やってんの？はい、ベーってずっとしてた。おー、うんちしてる。なんかナミちゃんいつもさ YouTube 撮るとき絶妙なタイミングでうんちしない？最近痛い痛いって言えるようになって、言葉がもう何でもかんでも痛い痛い言うんですよ。今の痛くないじゃん。ということでお着替えが終わりました。じゃあママはゆっくりしようかな。9時25分なんですけど、やっと今落ち着きました。余ったフレンチトーストと朝作った酵素ドリンクの余りを朝ごはんで食べていきます。新居で慣れないことは一つ一つ何をやるにしても遠いなっていうのがすごいあって、家の中で歩く量が増えたなっていうのがすごい感じてて、まだインテリアの方が揃ってないものがいくつかあって、やっぱり一つ一つインテリアはこだわって購入してるので、結構時間をかけて完成させてる途中っていう感じです。そろそろ届くと思うのでめちゃめちゃ楽しみです。ということで本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。